チャールズ女王はアメリカ合衆国、ロサンゼルス出身の政治家、共和党員、アメリカ合衆国会議員。2021年現在、共和党のアメリカ会議員はョ王以来、選出されていない。1970年8月9日、ジョーはカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。父は上海出身の中国人で、母はバンコク出身の体型中国人であった。 ジョーが3歳の頃、父の転勤でハワイに移り住んだ。プナホースクール卒業後、ペンシルバニア大学、ウォートンスクールで政治学の学士号と経済学の理学士号を取得し、優秀な成績で卒業した。南カリフォルニア大学の USC グールド、ロースクールでホーム博士を取得した。また、米国陸軍予備役中座を務めている。また、 ハワイ大学の法学部の非常勤教授、ハワイパシフィック大学の政治学の非常勤教授として教弁をとっている。チャールズ上州会委員内総務1998年、ジョーはハワイ州会議員第47地区の共和党員として立候補した。予備選挙で反対されなかったが、総選挙でアイリスイケダ・カタラーニに190票差で敗れた。2000年、 ハワイ州会員第47地区の議席に立候補し、現職のカタラーニと再び議席を争った。カタラーニは、美化団体、アウトドアサークルに対して、選挙広告でビルボードを使わないという制約書を提出していた。しかし、カタラーニは、制約書を破り、ビルボードを使用したた,ため、ジョーウは、カタラーニを批判した。ジョーウは52.5%の票を確保し、 カタラーニを破った。衆会議員として、ジョーは2000年から2002年までハワイ会員で一期務め、少数党員内総務を務めた。警察官の代わりに自動カメラを使用して、スピーダーを捕まえるために2002年に開始された州のバンカムプログラムに反対し、その排除運動を成功させた。2002年、ジョーはホノルル市議会に出馬することを発表した。また、 同じ共和党のスタン・コキとの対決を避けるために、カネオヘからイースト・ホノルルに移った。ジョーは、ロバート・フィッシュマンを破り当選を果たした。以後、2010年の下院議員選挙に出馬するために、辞任するまで、審議を務めた。2008年3月、ジョーは2010年の下院議員選挙に、ハワイ州第一選挙区から出馬することを表明した。2010年2月28日、 現職のニール・アバークロンビーがハワイ州知事選に出馬するために辞任したことで議席が空席となった。アバークロンビーの辞任により2010年5月22日に特別選挙が行われ、ジョーは立候補した。ジョーは選挙にあたって元マサチューセッツ州知事で大統領候補のミッド・ロムニーの推薦を受けた。2011年夏、ジョーはロムニーを大統領候補として推薦した。 パッドサイキ元連邦会議員が、ジョーの選挙対策委員長を務めた。民主党が候補を一本化できなかったこともあり、ジョーは39.4%の票を得て、当選を果たし、半年ほどの任期を務めることになった。ジョーは再選を目指し、2010年選挙に出馬したが、民主党のコリーン・花ブサ州委員議長に53%対47%で、敗れた。 2010年の総選挙で共和党の現職議員が敗れたのはルイジアナ州のジョセフ・キャオトジョーだけであった。その後、2012年、2014年と連続して第一選挙区から会議員選挙に出馬するも、いずれも民主党候補に届かず落選した。その後、2016年にホノルル市長選に出馬し、民主党の弁解他の全知事らから党派を超えた支持を、 集めたが、現職のカーク・コールドウェルに敗れた。2018年3月、ドナルド・トランプ大統領の政策や、個人的な性格への懸念を理由に、共和党を離党した。2020年の大統領選挙では、ジョーは、他の26人の元共和党議員と共に、民主党のジョー・バイデンへの支持を表明した。ありがとうございます。